はて、ここは一体。あ、はじめまして。私は二代目と申します。グリッドナイト同盟を。って、ここではあまり関係ないかもしれないですね。私は二代目。グリッドナイト同盟に所属して、あらゆる怪獣の脅威から世界を守っているわけですが、ここはちょっと他とは異なるみたいですね。あら、今日もお会いできましたね。怪獣じゃないけれど怪獣みたいなもの。そう考えれば私たちがここに呼ばれたのにも意味があるのかもしれませんね。これだけ大規模な災害なら絶対怪獣絡みだと思ったんですけど、ここの兵器ダイナゼノンよりも小型なのにすごい出力ですよね。どんな仕組みなんでしょう。ここもセイレーンがいない世界が正しいのでしょうか。あら、何か違いますか。実は私はですね、指揮官さん、そんなに頭からガブリとされたいんですか。どうかいたしましたか。指揮官さん、まだお仕事途中ではないのですか。はい、任務完了です。報酬は忘れずに受け取っておいてくださいね。指揮官さん、連絡が来ていますよ。ちゃんと目を通しておいてください。おや、お帰りなさい。ご無事のご帰還、何よりです。お使いに行っていた人たちが戻ってこられたようですよ。お出迎えに行きましょう。純粋に強化目的というのもなかなかいいものですね。さあ皆さん、張り切って頑張りましょう。ふう、いつもとは勝手が違いますが、なんとかなるものですね。ういっとっとっと、やっぱり結構無茶ですよね、これって。ここは私の出番でしょうか。フィクサービームは使えませんよね。はあ、まあお仕事の一環ということで。いろいろお店とかもあるんですか。ふーん、手持ちのお金って使えるのかしら。指揮官さん、お疲れ様です。お忙しいとは思いますが、ちゃんと休憩は取ってくださいね。あら、指揮官さん、お暇そうですね。それじゃあデートでもしませんか。私おごっちゃいますよ。楽しいですね。どの世界でもちゃんと人の営みがあって、それを守る人たちがいて素敵です。指揮官さんにはとてもとてもお世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。けど私は、いえ、何でもないです。お礼したいので、何がいいか考えておいてくださいね。